ったく、バロー。俺の名前は工藤新一、探偵さ。今回もここら辺で食料調達していこうかなって思ってるんだ。この前動画撮った後、いろんな場所探したんだけど、やっぱここにしか水がねえんだ、バロー。なんでこんなところでザリガニが死んでんだ？なんでって言えば、最近新一思うんだけど、インスタで質問箱やってるやつは何がしたいんだ、バロー。ある一人の女友達が誰か質問くださいっていうストーリーあげてたから、誰も質問しなかったらかわいそうだなと思って俺が質問してみたんだ。最近何してんのってね。その時点で俺はいいことしたなっていう気分になってた。なぜなら俺は自分の時間割いてまで質問したんだからな。きっとな。それに対してこう返ってきたんだ。そんなに私が何してるか気になる？関係なくない？ぶち殺すぞバラー。今回の装備はこれ、網、500円だ。雨の後だからこの前より水がたくさんあるな。ってところで毎回恒例の水質調査と言ってみようか、バラー。よくこんなところに住めるな、バラー。今回は土壌じゃなくてザリガニを捕まえようって思ってるんだ。雨の後だから土壌がたくさんいるな。まあ土壌も捕まえておこう。いたぜバラー。こいつだ。でけえなバラー。来たぜ。ゲットー。まあザリガニが捕まらなかったら食料ゼロだからな、キープしておこう。やっぱ女もキープだな、バロー。また嫌がるこいつ。今日はたくさんいるな。欲しい時に限っていないんだよな。そういうもんだ。みんなも好きな女の子がいたら告白できるチャンスは1回しかねえんだ。逃したなバロー。いろいろ探したんだけど、こいつ1匹しか捕まんなかった。この動画大丈夫か、バロー。さっきから死骸はあるんだけどな。なかなか生きてるやつが見つかんねえんだよな。うぅ！出た！こいつはメスかな。てかなんでお前赤いんだ？俺に照れてんのか、バロー。こいつやる気ねえな。とも握ってこねえじゃねえか。平和条約結ぼうや。痛い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 。アメリカザリガニってハサミ大きいのがオスで、ハサミ小さいのがメスらしいぜ。もともとウシガエルの餌として日本に輸入されたらしいんだ。まあアメリカでは食用として養殖もされてるらしいけどな。こいつ水草全部切っちまうから生態系を変化させちまうらしいんだ、バロー。1匹じゃ足りねえから10匹ぐらい取りに行くか。よっこいっす。よっこいっす。テック。テック。こいつ凶暴そうだな。いてて。離してくれ。離してくれ。よっこいっす。ヨモギの葉っぱがあるからちょっといただいていこうかな。完了。車で野宿してやがる。お疲れ様。またここに来てしまった。やっぱここしかないんだよな、動画的にも。バロー、今日はゲジゲジがいねえな、寂しいぜ。いつか殺人現場の第一発見者になるんじゃねえか俺。うわっ、バロー。うわ、ブニュブニュしてやがる。脱皮後か。こいつを捕まえて今日は帰るとするか。
たまには帰らねえと嫁が発情しまうからな。バラキャー。チャンネル登録してくれたら嬉しいな。目指せ15人ってところだ。よろしくな。ってことで家に着いたから泥抜きをするか。バロー、こいつらそのままだとくせえからな。カルキ抜きを入れて。では2日後。土壌はどういう気分なんだろうな。自分以外全員ハサミ持ってるって。ざまを見やがれ、バロー。こんにちは、マイメロだよ。しんいちくんはね、昨日ヘビトンボ食べて少し体調が悪くなったみたいだよ。アホだね。ってことで今回はザリガニを調理していくよ。ガン汁でも作ろうかな。まずはザリガニの背綿を抜いていくよ。そしたらね、ちょっと汚いから洗っていくね。なんかここの部分に泥が溜まっちゃうらしいから、食べるときはしっかり洗ってね。よし、下処理完了。ってことで次にミキサーに入れていくね。入れ終わったから回していくね。ちょっと閲覧注意かもだよ。マイメロなんだけど。水を入れるんだった。マイメロなんだけど。あ、言い忘れたんだけど、ザリガニには排気虫とか寄生虫がたくさんいるから、こういう液体が目に入ったりしないように気をつけてね。粉砕できたから残った殻を取り出すよ。マイメロなんだけど。野生にいる動物とかを生で食べるのはやめとこうね。死んじゃうかもしれないからね。よし、じゃあこれを繰り返していくよ。それじゃあこの液体を加熱していくね。ファイヤー。しばらくしたらタンパク質が浮いてくるから固まるまで待つね。そういえばマイメロ遠距離恋愛したことあるんだけどね、毎日マイメロの私物送ってたんだ。なんでかって、何を送ったか確認して、もし彼氏が間違えたら他の人といるってことでしょ。家にいるなら受け取れるもんね。マイメロなんだけど、なんか悪いことしちゃったかな。してないよね。タンパク質が浮いてきたから塩をかけていくね。マイメロなんだけど、ちょっとかき混ぜるね。なるべくこのタンパク質の塊を壊さないようにするのがいいらしいよ。ちょっとあの棒みたいなのエッチだね。ブランブランしているよ。これにめんつゆを注いだら完成だよ。今回も見てくれてありがとね。また次の動画でね。バイバイ。マイメロなんだけど。たく、バロー。今回めちゃくちゃうまそうじゃねえか。なんか給食に出てくるメープルシロップのほんのり優しい香りがするぜ、バロー。これ本当にドブからできたんか。でもな、マイメロが言ってたんだけど、ミキサーで砕いたらしいな。本当に今回は命に感謝って感じだな。いただきます。じゃあまずはスープからいただこうかな。黄金色してやがるぜ。これめちゃくちゃうまくねえか。これやべえぞ。思わず声裏返っちまった。多分これ高級カニ料理店で出されてもわかんねえぞ。マジか、これ大丈夫か。ずっと飲んでたら贈与税かかるぞ。これマジでみんな飲み出したらそこら辺にいるザリガニ全滅するんじゃねえか。大丈夫かこれ。じゃあ次にこのタンパク質をいただこうかな。なんかちょっと見た目キャットフードっぽいけどな。いただきますと。カッパエビセンだ。これ大丈夫か本当に。めちゃくちゃうめえぞ。バロー。
新一のフルコースのスープこれで決まりかもしれないな。これ店で出されたらやべえぞ。これ1000円ぐらいするんじゃねえか。それはそうだな、500円ぐらいじゃねえか。俺が捕まえたザリガニたちがこんなうまいスープになったんだな。本当に食に感謝だな、バロ。ほんのり用水路の味がするかと思ったけど全くしねえぜ。俺たちがいつも食べている食材もああいう過程を経てうまい料理にされてるんだな。食について考え直さないといけないな、バロ。ごちそうさま。今回ザリガニ食ったけど、こいつ食って息リフレッシュで、今まで動画であったこと全部チャラだ。ザリガニ食ってる俺でも仲良くしてくれたら嬉しいな。じゃあまた次の動画でな、バロー。